どうも皆さんこんにちは。今回は、1000本目がまさかのこのゲームということで、順番的にそうなったよな。まあ1000本記念は別で用意してるから、気にせず普通に、進めていこうかな。それで今回最初は、水中の鉄の炉を使わせるところからだな。私は水中の鉄の炉に見覚えがありません。私は水中の鉄の炉に見覚えがあります。いちいち家作らないと入植者来ないのがめんどい。どうせこの時代に置き去りになるんだし。まあそれはその通りだな。これ水の中でも使ってくれるよね。というか使わなかったらコロニー追放で、追放された入植者が覚醒して帰ってくるぞ。コロニーから追放された俺が、それで次は石炭採掘機を作成。石炭を採掘する機械っぽいんだけど、実際は石炭が無限に掘れる炭鉱だな。石炭と金を合わせることで強化金っていうのが作れて、それが結構必要らしい。ってことで石炭の採掘機作成。これもまた、無職の入植者が必要だが、小麦畑のお前が働いてくれ。転職させて対応。絶対途中で人手不足になる。というかさ、その2つぐらい並行でやってくれ。小麦畑、植える時と収穫以外棒立ちだしな。小麦畑で働いてるのがリチャードだっけ。見た目変わりすぎてもはや別人だけどな。男から女になってまた男になった。これでリチャードが働いてくれ。お、なんか赤いびっくりマーク出てるな。もしかして敵を発見した？これが PC 移植版メタルギアか。石炭採掘機に到達できないって言われてるんだけど、マジで何が邪魔って言ってる？石炭採掘機斜めに置いたのが原因だろ。実際ふざけてちょっと斜めに置いてはいた。まあ場所ずらせば、しっかり働くかな。まあこの位置ならさすがに、問題なさそうだぜ。ってことで早速石炭の採掘をしてもらおうか。あ、それともこの岩が、これ掘れないタイプの岩だわ。掘れるのとそうじゃないのが分かりづらい。しかもまだなんかに妨害されてるって言ってるし、この辺の建造物片っ端から壊そうか。これで今度こそ詰まるわけないんだが、足腰終わりすぎて動けてない？体力ないとかそんなレベルじゃないな。というか正直そもそも、なんで入植者に働かせてるか割と謎。パン作るぐらい自分でやれよ感。人を働かせることに慣れすぎて、自分が働くのが嫌になった人の末路？ずっと建築しかできないから動画的に地味。しかもまた石炭採掘機に行けないって言ってるし、絶対に嘘でしょマジで。誰だって働きたくはないもんな。入植者働かせないと石炭手に入らないし、石炭の登録できないと、次に進めない。技術ツリー、やることリスト的なのは、完全に必須、やらなきゃ進めないんだぜ。言われたからとりあえずやってるだけ。一旦追尾にしたら、さっきの場所から出てきた。逆になんでさっき出なかったのって問題になる。追尾でも出れない。ならわかるが、追尾で出れた時点で、出れなかったわけじゃないでしょ。ガチで面倒だからサボってた？入植者に舐められてる可能性が。そしたら次は金鉱石の採掘。この洞窟の中に、金があるっぽい。ただ雰囲気的に、敵もいそう。ちょっと警戒して進んだ方が良い。警戒してたけど、何もいないし無事金回収。雰囲気だけ敵いそうなだけだったな。またここ戻ってくるの面倒だし、可能な限り金、大量に掘っておこうか。そしたらまた水車と、金の炉っていうのを作成。これで金が作れるようになるみたいだが、またしてもここでも入植者が必要。マジでここ最近主人公サボりすぎでしょ。自分で使うこともできないし、正直無駄に遠回りさせられてる感。炉に種類がいっぱいあるのもよくわからないよな。新しく人連れてくるの面倒だし、既存の人の仕事をまた変えた。そしたらまた到達できないとのことで、到達できるできないの基準はどこだ？じゃあもうマジで私に使わせてくれ。残念、主人公はもう自分で働く気がないぜ。これもまた、使えない理由が本当にわからない。一旦また別の人を、金の炉に指定してみたが、多分金鉱石を倉庫から取って、働いてくれそうね。ああダメだ敵兵発見した。できないからって槍で入植者殴るな。ちょっと角度変えて、これならいける。物理的に塞がってるわけではなかったから、正直何の判定で働かなかったのか謎だが、ずらしたら働くようになったかな？ちょっとでも水に触れてたらアウト説。だとしたら最初に作ったやつ 100% アウトだぞ。水に触れてるってレベルじゃない。水車が水沿い必須だから、水に一切触れない設置は地味に難易度高いかなあ。力を使わないと厳しそうだぜ。それで恐竜の皮がまた必要だから、戻ってきた。だけどさ、ちょっとこれ見てほしい。ユタラプトル最強すぎないか？もはや狩るのとか仲間にする必要なさそう。ガチでユタラプトルが最強すぎる。全然ユタの HP 減ってないけど、狩るの死にかけ。この世界での頂点捕食者はユタラプトル。小柄だから下入り込んで敵はめれるしな。それで皮使ってまた入植者を増やして、鉄と石炭で、鉄鋼ってのを作ってくれてる。鉄鋼と金で強化金。それが次のいろんなアイテムの素材になる。みたいだぜー。なんで今私殴られた？感謝の聖剣付きだろ、気にすんな。それでこの鋼鉄が3つで杭型の金と子ってのを作れて、これで金と鋼鉄を合わせて強化金が作れる。ってことで入植者が働くのを完全に待機、微妙に暇なリムワールドって状態だな。素材集めとかは私がしないとだけどね。この金とこで、強化金をついに作成できる。そしたらこれでまた色どうして入植者返すのよー。マジでプレイヤー、働く気がゼロすぎる。そんぐらい自分でやればいいでしょの仕事が、全部自分でできないんだけど。何かやるたびに新しい入植者が必須になるな。完全に人任せにするしかない状態。ずっと家とベッドを作るしかしてないんだけど、今回ガチで、プレイヤーほぼ何もしてない。動画にもならないから、全力カットして、強化金3つゲット、強化金の金とこ。これで強化金を使った装備とかタイムマシンの強化ができるみたいだな。正直装備、作るの面倒だしいいかな？素材集めだけしないとダメだからな。一番面倒な部分だけ私がやらされる。むしろ私が入植者なんじゃない？働かせてるつもりが働かさせられてた。走り回って素材集めだけ私がして、クラフトとかのメイン要素全部持ってかれてるし、今回初めて物作ったのこれだな。ガチで何もできなかったというか、主人公が完全に労働を放棄したか、働きたくなさすぎてこうなってしまった。とりあえずタイムマシンの強化は完了。そしたら一旦また次の時代行ってみるか。次がハテナで隠されてたけど、やってきたのが、とんでもない崖っぷちね。だがこの後、どうすればいいんだ？勇者の奇跡信じて崖から飛び降りる？と思ったらどうやら、時空の裂け目が浮いてるらしい。空飛んでそこに入らないとダメみたいだな。遠目で見るとフーパの輪っかみたいな。それでハンググライダー作るのに、鉄と恐竜の皮がまた必要。鋼鉄作成とベッド作成で使い切ったな。まあとりあえず、今回は一旦ここで終わろうかな。次回がまた次の時代になりそうだぜ。それではご視聴ありがとうございました。